こんにちは。スーダンの皆さん、はじめまして。一ノ瀬紡錘と申します。書道家でございます。これから、皆さんと一緒に書道を通して、愛と平和のメッセージで、世界が平和になりますようにという活動をしていければと思っております。よろしくお願いいたします。